はい、クティの室内の清掃をやります。で、今からね、エアーでブローします。はい、で、意外にね、汚れてるのがこのシートです。シート結構ね、エアでブローするとほこりが出てきます。これも丁寧にね、ブローしたいと思います。はい、続いて貨物室ですね。後ろをブローしたいと思います。はい、まずフロアですね。
はい、ウエスでね、軽くから拭きします。まあ基本はあまり泥になるようなものを乗せませんけどね、やっぱり長い間には、泥とかホコリがね溜まってますんで、これを、ブロゴします。よいしょ。シートを戻します。よいしょ。はい、続いて後ろの席のフロアですね。後ろの席のフロアをブローします。ちょっとバックします。はい、こちらのカバーね。大体ね、ブロー終わりましたので、この後元に戻して終了になります。一旦止めます。はい、室内清掃終わりましたのでね、これから宇佐美のドライブスルー洗車行ってきます。